取引所は平成9年10月1日大阪繊維取引所と神戸ゴム取引所が合併し新しく生まれた取引所です。大阪繊維取引所は糸編の町といわれる大阪で綿糸の先物取引をしていました。また神戸ゴム取引所は関西の海の玄関口である神戸に日本で最初のゴム先物取引所として生まれた取引所です。大阪商品取引所では現在日本で初めてのゴム指数やゴム、綿糸、アルミニウムの先物取引が行われています。月託を合図に取引所が仮の値段を表示するところから始まります。小林4枚買い、加熱5枚。その値段をもとに会員は売り買い希望枚数を手振りによって表示します。では90円ユニコム等枚買い、加熱1枚売り、より棒2枚売り。係員が市場で手振りしている会員の売りと買いの枚数を読み上げます。では9円ユニコム11枚売り、加熱5枚売り、当然ね21枚か。読み上げと同時に枚数をコンピューターに入力します。ユニコム5枚買い。取引所は買いが多いときは仮の値段を上げ売り手を求め、逆に売りの数が多いときは仮の値段を下げます。売りと買いが同数になったときに取引を終了させ、そのときの値段が約定値段となります。枚数は手振りで表示されます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10は横に振ります。100は円を描きます。また手のひらを向けると売り、甲を向けると買いを表します。先物取引とは現時点である一定期日における値段と数量の契約だけをし、その期日までに契約を履行する取引です。商品取引所では誰でも自由に取引に参加できますので、その時々の需給状況や経済、国際情勢など将来の見通しを織り込んだ売買が行われ、公正な価格形成が行われます。需給関係から地域により、また時期により割高・割安の現象が現れますが、割安な相場には買いが、割高な相場には売りが入って値段を平準化します。受け渡し履行の期限が来るまでに反対売買を行い、売り値と買い値との差額を受け払いして決済することができます。また受け渡し履行の期限が来るまでに
反対売買を行わないときは、現物の受け渡しで決済します。取引は毎日一定の時間に行われ、しかも多くの人々が売買に参加するので、大量の取引が迅速に成立します。商品の仕入れから納品までの間に値下がりによる損をカバーするため、商品取引所で売りつなぎすることを保険つなぎと言います。大阪商品取引所は、国民生活に必要不可欠な商品の上場を進め、またグローバルな視点で海外との連携を図るなど、絶えずダイナミックにチャレンジしてまいります。アクション！